差し合いとは、四つの状態より相手の脇に手を差し込み、両腕を相手の脇に差していく行為であります。胸を合わせて相手を万歳させることにより相手の体勢をコントロールし、テイクダウンへ持っていきます。差し込まれないようにするためには、両脇をしっかり締めて相手に腕を刺されないことに気をつけながら、相手の脇を刺していくことを心がけていきます。四つの状態より相手の背後でクラッチを組み、相手の上体を反らせて倒すことをサバ折りと言います。サバ折りでクラッチをする場所は相手の腰骨あたりで行います。肩甲骨あたりの高い位置でクラッチをしても相手の上体を反らすことはできません。相手を反らすときは素早く頭で相手の胸を押し付ける動きが必要とされます。小内刈りは相手の前足を内側より刈って投げる技であります。相手の上体を崩して相手の体重をかけている足を手前に引くようにしてテイクダウンします。投げる前に刺している腕を上げて相手の体勢を崩しておくことがポイントとなります。相手の足を刈る場所は足首になります。しっかりと足の側面にて刈るようにします。足首より高い位置で刈ってもうまく刈ることができず、相手に踏みこたえられてしまいます。大内刈りは左足で右足を内側より刈って投げる技であります。相手の股の中に足を差し込み、外側へ円を描くようにして足をかけてテイクダウンします。大内刈りの入り方は、左足をステップした後右足を引き寄せ相手との距離を詰めて左足でかけていきます。左足のかけ方は弧を描くようにしてかけていきます。相手の上体を崩し、外側から足をかけていきます。相手の体を崩すと同時に体重を乗せてテイクダウンをします。外掛けは相手を引き寄せてから左足を外側よりかけて投げる技であります。相手を投げるとき、刺している腕を上げながら重心を相手にかけていきます。相手の上体を崩し、大きく足を振って外側から足をかけてテイクダウンをします。首投げ。持ち手はしっかりと肘を持ち、脇で相手の手首をしっかりと挟んで固定します。相手の懐に入り込み、腰の回転を使って勢いよく投げます。腰を低く入れて相手を腰に乗せて投げることがポイントとなります。小手投げ。相手の腕を右手で外側から抱え込み、左手で相手の手首を持ちます。相手のバランスを崩し、左手を手前に引き込んで右足で
相手のももを蹴り上げて投げていきます。腰投げ。差し合いの攻防の中で右手を差している場合は腰投げをすることができます。首投げ同様、相手を腰に乗せて投げることがポイントとなります。横捨て身投げ。横捨て身投げは相手を押して相手に押し返された力を利用して体を反り返しながら相手を横へ投げていきます。ビクトル投げ。ビクトル投げはサンボで使われる投げであり、投げた後に主に足関節技を決めることができます。膝と膝を締めて膝十字固めを決めることができます。内側の足を相手の足に絡めていくことがポイントとなります。一本背負い投げ。一本背負い投げは投げるときに相手に背を向けるため、相手にバックを取られてチョークを取られやすい投げであり、総合格闘技ではあまり多用されません。ベースとは基本姿勢のことを言い、相手にコントロールされずに自分から攻めることができる体勢です。ガードポジションの状態になったらパウンドなどで有利に攻められるためにベースを作ることが重要になってきます。ベースを作ることにより相手に攻撃されずにスムーズにパスガードなどに移行することができます。ガードポジションの状態になったらまずはベースを作ることに集中しましょう。パスガード。右膝を立ててベースの体勢を作ったら右手で右脇を刺します。刺した手で床を押すようにしながら右すねで相手のももの内側を滑らせていきます。体を相手の横へ移動させたら相手の脇に上腕を差し込み、体勢をキープしてサイドポジションに移ります。このように相手の足を越えることをパスガード